オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。 Bonjour, comment allez-vous? C'est 大輔。こんにちは、大輔です。お元気ですか？早いものでもう2月ですね。実は年末に少し体調を崩してしまい、2週間入院をしていました。入院中は結構時間があったので、アラビア語の学習やフランス語の小説を読んだり、ここ何年かで一番じゃないかというほど勉強しました。入院しましたが、このように僕は元気ですので、今後ともどうぞよろしくお願いします。今回は入院つながりで、病院で受ける検査などの名称をフランス語でどのように言うか、ちらっとご紹介したいと思います。難しい単語が続きますので、軽く聞き流してください。 L'imagerie par résonance magnétiqueL'imagerie par résonance magnétique. 略すと IRM。 そうですね、 MRI。 日本語では核磁気共鳴画像法というそうです。 IRM と MRI、語順がまるっと逆になっているのが面白いですよね。 Le cathéter、 カテーテル、これは日本と同じですね。カテーテル検査という時は Le cathéterisme と言います。 Le bilan sanguin、 血液検査。sanguin というのが血液のという形容詞です。ちなみに血管は les vaisseaux sanguins と言います。le bilan de santé、 人間ドック。先ほどのビロンがまた登場しましたが、これは総括、まとめという意味なので、健康のまとめということで、健康診断、人間ドックという意味になります。 La tomographie informatisée、 La tomographie informatisée、 CT スキャン。 Tomographie が断層撮影という意味で、略してトモと言います。他にも La scanographie という言い方もあります。何々グラフィーという設備字がつくと、書くこと、書かれたという意味の女性名詞になるので、覚えておくと便利です。他にグラフィーという設備字がつく医療用語には、ランジオグラフィー、血管造影剤検査、 La radiographie、 X 線検査、レントゲン、 L'échographie、 超音波検査、エコーなどがあります。設備字は辞書の後ろにまとめて載っているので、どんな設備字がつくとどんな意味や品詞になるのか知りたいという方は、ぜひお持ちの辞書を確認してみてください。
何か普段とは違う状況になったとき、その状況に関わる言葉をフランス語でどのように言うか調べると、新たな語彙が身につきますね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブル情報交換コミュニティで人気のテーマ、〇〇先生はこうしてフランス語の壁を越えたより俊介先生の回についてご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほどこのように僕はと言いましたが、今回はいろんな場面で使えるほら僕だよ、私ここにいるよという存在をアピールするような表現をシェアしたいと思います。このほら僕だよ、私ここにいるよ、とっても短いのですが、フランス語では一体どのように言うでしょうか。ノーヒントでお答えください。正解は、me voilà。me voilà。me voilà。私を私にという意味の認証代名詞、me。ここ、そこに何々がいる。それが何々だという意味の voilà の2語です。直訳すると、ここに私がいる、それが私だ、です。日本語にうまく訳しにくい表現ですが、例えば、席を離れて戻ってきた時に、me voilà と言うと、戻ってきたよ、ただいまーという感じで使えます。voilà という言葉は、ほら、や、どうぞ、という時にも使うので、me voilà は、ほら私だよと私の存在をちょっとアピールするような時に使います。je suis là、私はここにいますという言い方もできますが、こちらはすでにここにいる時に使う表現なのに対して、me voilà は戻ってきた時や到着した時のように姿を表した時に使うので、ほんの少しだけ意味合いが違います。また me voilà の後ろにあ、どこどこと場所をつけると、 me voilà au restaurant、 レストランに着きました、 me voilà au cinéma、 映画館に着いたよと、どこかに到着したということをアピールできます。さらに、me voilà の後ろに形容詞をつけると、me voilà bien rassuré。安心した。me voilà seul。孤独だよ。なんて言い方もできます。ちなみに、この me voilà seul は、シャルル・アズナブールの孤独の心という曲の題名にもなっているので、興味がある人は聞いてみてください。そしてさらに、この me の部分を別の認証代名詞に変えると、ah, tu voilà? ah, 君来たね?と言ったり、avez-vous votre billet? le voilà? チケットお持ちですか?はい、どうぞ。なんて使い方もできて、汎用性がとても高いですよね。Alors, j'étais hospitalisé, mais me voilà. Je suis très content de vous retrouver.
入院していましたが、このように戻ってきて皆さんと再びお会いできるのがとっても嬉しいです。こんな風にぜひ使ってみてください。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。また今回のレッスンが役に立ったなと思ったら、 YouTube でご覧の方はぜひいいねボタン、チャンネル登録ボタンをクリックしてください。それではまた、アビアントー。大輔先生ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回はアンサンブルが月に1回無料で生徒様に提供している情報交換コミュニティの開催レポートです。これまでに数々のテーマで開催してまいりましたが、とりわけ昨年の2月に始まったアンサンブルの日本人講師が司会進行を務めている〇〇先生はこうしてフランス語の壁を越えた、こちらは生徒様より大変ご好評をいただいております。そこで今回は1月に行われた俊介先生による本コミュニティの開催レポートの一部をご紹介します。今回の俊介先生はこうしてフランス語の壁を越えたでは、参加者の皆さんがフランス語に対する思いについて活発に意見交換をされました。その中で俊介先生は多くの方から寄せられた実はフランス語が好きじゃないという意見について興味を持たれたようです。どうして好きじゃないのにフランス語を勉強しているの？と思ってしまいそうですが、フランス語学習者によくある悩みだそうで、実際に俊介先生も同じように悩まれた時期もあるそうです。レポートの中で俊介先生はこのフランス語が好きじゃないことがなぜ壁になりうるのかについて大きく2つの原因を挙げられています。1つ目はフランス語が好きでなければいけないという思い込み、そして2つ目は他人からの影響を自覚していないということ。この2つの原因についてレポート内ではどのように向き合えばいいか具体的に説明してくださっています。レポートで俊介先生はフランス語が好きじゃないと思っている方は他人の夢を生きようとしていないか少し考えてみてくださいとおっしゃっています。フランス語学習を続けていくことが不安になった時こそ静かに自分の心の声に耳を傾けてみてくださいと結ばれています。純粋に自分のフランス語に対する夢や思いを持つことが大切なのですね。多くの方と同じようにフランス語が好きじゃないという思いを持たれた経験を持つ俊介先生だからこそ説得力があります。俊介先生はこうしてフランス語の壁を越えた。開催レポートの全文はアンサンブルが運営しているコミュニティサイト
クラブアンサンブルに掲載されておりますので、気になる方はぜひ情報交換コミュニティより記事をご覧になってくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。